動画をご覧の皆さん、こんにちは。エキゾチックホビーズです。前回の動画に引き続きご視聴いただきありがとうございます。今回紹介するガレージキットはこちら、エヴァンゲリオン新劇場版綾波レイプラグスーツです。こちらのガレージキットは去年のエヴァワンフェスにて発売されたガレージキットになります。左下にはエヴァンゲリオンの公式ライセンスのステッカーが貼られています。このステッカー初号機のデザインになっていてとてもかっこいいですよね。では中身の方を開封していきます。こちらのガレージキットはモデルパッショナさんのガレージキットになりますね。今回で3回目の製作になります。袋はパーツは1袋にまとめられていて、細かいパーツ、例えば紙だったり頭のようなパーツはその中に小さい袋が入っていてそこに封入されています。完成の見本の写真と説明書が1枚封入されています。こちらの方、パーツのリストと、あとは細かい組み立ての手順なども記載されているので、しっかり読んで製作していきます。それでは、製作の方に移っていきましょう。それでは、製作に移っていきます。足のパーツには中央に分割ラインが走っているので、こうやってスポンジヤスリで研磨していきます。使用しているのはプロクソンの電動ヤスリになります。そこに紙ヤスナンバー120だとか、あとは400、600といったスポンジヤスリをそこに接着して使用しています。で、今回のガレージキットは全てのパーツを合わせて18パーツしかないので、大きなパーツが多くてヤスリ掛けは結構しやすいですね。ただまあプラグスーツのモールドがところどころにあるので、そういったところが潰れないように丁寧にヤスリ掛けをしていきましょう。今回こうやってね、パーティングラインが消えたのが分かりますかね。ここから反対側の足に移っていきます。曲げている側の足もこうやって中央の部分にパーティングラインが走っているので、この中央の線を処理していく必要があります。で、概要欄の方に使用しているツールなどをのリンクを記載するようにしたので、よければご覧ください。そちらの方から購入することができます。基本的にこういった面の大きい部分は電動ヤスリを使用して、その後手でヤスリ掛けを、仕上げに800番のヤスリを使ってヤスリ掛けをしています。で、ここが新登場のツールですね。ペーパーコーンというツールになります。これが、回転する電動リューターに接続して、こういったお尻の下のくぼみの部分であったり、首筋の部分であったり、例えばあの服のシワの部分のような細かい部分をピンポイントでヤスリ掛けをすることができます。で、ここから腕の部品ですね。こういってこれも中央の部分にパーティングラインが走っているので処理をしていきます。大きな部分はこうやって前から使っていた電動ヤスリを使用していきます。で、書いてるんですけど、劇場版今回最終章皆さんご覧になりましたか？で、僕あの公開のその翌日に行きました。で、旧劇場版が僕結構好きで、新劇場版の方も見に行ったんですけど、戦闘シーンとかはやっぱり1作目と2作目とか旧劇場版の方が個人的には好きでしたね。で、エヴァンゲリオンって人間視点で見上げるようなアングルで描く迫力のあるシーンが僕好きで、あの足元がピンポイントで映ったり、壊れるビルの方から映ってるシーンがあったり、こういったところは好きだったんですけど、今回は庵野監督がウルトラマンのような特撮のような撮り方をしたかったみたいなので、僕にはちょっと物足りない感じで映ってしまいましたね。皆さんはどう感じましたか？ネタバレしない程度に感想の方をお待ちしてます。でも僕結構今回の映画も好きですよ。面白かったです。まだ映画を見に行ってない方はぜひ見に行ってください。で、コーンヤスリなんですけど、こういったプラグスーツの隙間の部分とかにもピンポイントでヤスリ掛けをするので結構使いやすいですね。反対側の腕も同様に処理していきます。で、こういったところは面のヤスリですね。やっぱりね、作業時間がかなり短縮できるので電動ツールがあるとやっぱり便利ですね。で、こういった曲げた肘の奥の方も先ほどのコーンヤスリで削っていきます。
ただね、ちょっと20個で書いてるんですけど、確か25個で1500円ぐらいって結構値段が高いんで、そこだけちょっとネックですね。で、腕の処理がこんな感じになります。次、首元ですね。ここ首元僕いつもかなり苦手だったんですけど、このコーンヤスリを使ってみるとかなり便利ですね。普段ヤスリがけするよりも時間も短縮できるし、表面も綺麗に仕上がることができました。めちゃめちゃ楽しいです。で、ここ脇腹の部分と、あとは首元の部分に、あとはプラグスーツの縁の部分にパーティングラインが出ますね。こういったところを処理していきます。こういったパーツがツルツルになっていくのを見るのかなり気持ちいいですよね。ここは特にそんな細かいディテールもないので、問題なくサクサクと削っていくことができました。で、あとはプラグスーツの横っ腹のところにちょっとしたシワがあるので、そういったところは今回コーンヤスリでヤスリがけを行いました。まあ、こういってコーンヤスリと普通のリューターを使い分けていくと、適材適所で使い分けていくといい感じに削れるかなと思います。で、ところどころの動画で省略しているところもあるんですけど、仕上げは800番のヤスリで表面を最終的にならしています。こんな感じでツルツルになりました。綺麗ですよね。反対側も同様、こんな感じにツルツルに仕上がりました。で、ここから髪のパーツに入っていきます。髪のエッジの端っこの部分にちょっとしたバリがあるので、こういったところは、電動ヤスリだったりリューターを使うよりもデザインナイフでカンナ掛けをした方が結構綺麗にならすことができるので、僕はカンナ掛けの時はデザインナイフを使うことが多いですね。こんな感じでデザインナイフの端っこにこうやって削りカスが溜まっていきます。面のところをなだらかにするときは結構使いやすいですよ。次、前髪。ただね、バリがかなり少なくて、動画の編集してて思ったんですけど、あんまりなんというかビフォーとアフターの比較がしにくくて動画泣かせなキットですね。ただ作る側としてはかなり作りやすいので、で、記載してるんですけど、ここまで気泡も全然なくて、表面処理の難易度としては正直かなり楽な部類に入ると思います。パーツ点数も18点とかなり少ないので、アイナミレイが好きでモデルパッショナさんの造形が好きな方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。で、後頭部ですね。こうやって先端のところとかすっごいトゲトゲしてるんですけど、ほとんどバリだったり、あとは成形の残りカスとかもほとんどなくて、めちゃめちゃ綺麗に出力されてますね。で、もうそうです、もうこれね、解説することがなくて結構ね困りながら今も喋ってます。で、これ手のパーツ、パーティングラインを処理していきます。手の側面のところにバリが出てますね。こんな感じ、指の間もこうやってしっかりと処理していきます。で、薬指と小指の間のところがバリで埋まってたので、ここはデザインナイフでカリカリと研いで穴を開けていきます。こんな感じで穴が開きましたね。で、手の処理が終わるとこんな感じで、ここからが仮組みの工程になります。で、使用しているツールは100均の道具をかなり多く使ってるんですけど、磁石の方には 3mm 径のネオジム磁石を使用しました。こちらも確か200個入りで800円か900円っていうかなり安い金額で購入することができますね。で、穴を開けるツールは100均のピンバイスの電動ドライバーのビットと、あとは超精密ドライバーの持ち手の部分を使って穴を開けてます。まあ、これぐらいの穴だったら100均の安いやつでも十分開けることができるので、まあ、別に高いやつにこだわらなくても安いやつで十分かなと思います。で、仮組みなんですけど、磁石の S と N が逆になってると反発しちゃって全然つかなくなるので、それを間違えないように片側のパーツに磁石をくっつけてそのままつけていくと反発しているかどうかがわかるので、間違えずに接続することができると思います。で、ここまで組み立ててパーツ同士のクリアランスも完璧で、めちゃめちゃ組み立てやすいんですよね。で、下半身ができたので、とりあえず仮の台座に今固定しています。で、次は腕の方ですね。こうやって同様に穴を開けて磁石を入れて接続していきます。で、例えばこの背中の部分とか、あんまり穴を深く掘りすぎると貫通してしまったりもするので、貫通しないように磁石の奥行きだけの部分を穴を開けましょう。で、マグネットで接続していきます。
で、使用しているのは接着剤も別に100均のやつで十分かなと思います。で、あとは瞬間接着剤の瞬間硬化スプレーがあると硬化、作業時間も短くできるのでおすすめです。で、頭の部分ですね、ここも前髪の上の部分に穴を開けて、頭の上の部分にも同様に穴を開けて接続していきます。で、このキットね、やっぱりプラモデルのようにカチカチと綺麗にはまるので、ガレージキット初心者の方にぜひ入門として作ってもらいたいですね。パーツ点数もそんなに多くないのでおすすめできるキットかなと思います。ただデカールシールが付属していないので、アイペイントも一緒に練習してしまいましょうね。こんな感じ、前髪と顔のパーツが接続されましたね。で、後頭部も同様に穴を開けていきます。で、真鍮芯やっぱり僕ね苦手なんで、マグネットの方が僕は好みです。磁石だったらね、接続が多少曲がってても磁力でくっついてくれるんで、僕はマグネット派です。こんな感じですね。背中のパーツはこういう感じで接続できました。で、組み上がりがこんな感じです。いや、めちゃめちゃ作りやすくて仮組みもすごい楽しかったですね。おすすめのキットなので、また再販された時にはぜひ購入してみてください。で、ここから仮組み後の紹介になるので、よければ最後まで見ていってください。イエイ。これが組み上がった綾波レイになります。次回は塗装編、次次回はアイペイント編をまた紹介していこうと思っています。こういったガレージキットの制作紹介動画をいろいろと出しているので、チャンネル登録、いいね、コメントで応援してくれるととても嬉しいです。またこういったツールがあるよとか、こういったやり方も綺麗に仕上がるよとか、楽だよとか、いろんな意見もあると思うので、よければコメントの方に記載していただけると参考になってありがたいです。不定期にはなりますが、夜の10時から生配信の方も最近始めましたので、そちらの方にもよければ足を運んでみてください。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エキゾチックホビーズでした。バイバーイ。